1970年代にヤニス・クセナキスによって作られた UPIC という電子音響作成専用のコンピュータがあるらしいんです。ブーレーズがイルカムを設立したように、クセナキスもパリ国立電気通信研究所内にスマミュというのを設立しまして、電子音響を研究していったようで、そこで作られたアプリケーションが今もイアニクスという名前でオープンソースソフトウェアとして公開されているらしいので、今日はぜひやってみたいと思います。グラフィカルオープンソースシーケンサーっていうことですので、グラフを書くとシーケンサーになる作曲ツールみたいですね。ダウンロードはこちらの URL からできますので、概要欄に記載しておきます。では早速やってみましょう。今回このようなグラフを作ってみました。今選択している円の部分がカーブと呼ばれてまして、このカーブの上をこのオレンジ色のカーソルが動いていきます。こう移動していった先にある水色の丸がトリガーと呼ばれています。このカーソルがトリガーに接触したタイミングでスーパーコライダーのシンセサイザーを鳴らしていきたいと思います。ではスーパーコライダーのサーバーを起動してラングポートというのを実行しますと、ランゲージポートの番号が出てきます。57120です。イアニクスからスーパーコライダーにトリガーを送るには、インフォからエディットメッセージズを選択しまして、メッセージの4番に今トリガーっていうのが入ってるので、ここのトリガーの2ホストを 127.0.0.1 に設定して、ポートもランゲージポートに合わせて57120に設定して OK。 これで準備が整いました。トリガーの時に鳴らすスーパーコライダーのシンセはを作りました。で、ここがトリガーの何番がどの音程を再生するかを設定してまして、番号が11から16。こちらの図でいくとそれぞれ番号が振られてますので、この番号に合わせて音程を設定しました。で、トリガーとは逆にスーパーコライダーからイアニクスを操作することもできます。その場合は netaddr.new で 127.0.0.1 のポート番号が1234に設定するとイアニクスを操作できます。実際に再生してみたいと思います。このカーソルのスピードもカーソルの幅も自由に変えれますので、複雑な図形ができるようになってくるともっと楽しくなるんじゃないかなと思いました。例えばブライアン・イーノのミュージック・フォー・エアポーツとかでも、異なる再生時間のテープを一緒に鳴らしてアンビエントなポリリズムを生成しているので、そのようなことも組めると思いますので、引き続き勉強していきたいと思います。はい、で今回の現代音楽考察のテーマはもちろんヤニス・クセナキスです。クセナキスは建築家ル・コルビジェの弟子として学んで、パリ音楽院でオリビエ・メシアンの下で作曲法を学び、音楽に数学的モデルを使用した作曲家ですね。このオーケストラ曲のメタスタシスっていうのも聞きましたけども、実際 YouTube で見ると分かりやすいんですけど、幾何学的な模様が楽譜になってまして、すごい音になってるのでぜひ聞いてみてください。で、クセナキスはセリエズムを超える音楽の原理として確率論を作曲に導入したっていうこと で、先ほどの電子音楽の作曲用コンピューターとして UPIC を開発したとのことですね。で、今回も図形を作成しました。
前回も出てきましたけども、オリビエ・メシアンに作曲を学んだ方がたくさんいらっしゃるんですね。シュトックハウゼンもブーレーズもクセナキスもみんなオリビエ・メシアンに支持してるんですね。この音歌と強度のモードという曲を参考にブーレーズも構造 1,2 を作曲しましたし、シュトックハウゼンも何度も楽譜を読み直して勉強したらしいです。クセナキスにも作曲に数学を応用するように諭したということなので、とても教育者として偉大な方ですね。で、こうやって見ると各時代の影響とかも分かりやすく自分なりにまとめることができましたので、ひとまずざっくりですけどヨーロッパ編ということを、で次はちょっと海を越えてアメリカ編の現代音楽に移ってみたいと思います。はい、では先日 MAX セミナーに参加したんですけども、その時に教えていただいたマルコ・フレンサによるアルゴリズム作曲をやってみようと思います。で、マルコ・フレンサというのはある演奏データを読み込んでそれを学習してある音程の次に来る音程について確率で生成していくアルゴリズム作曲になってます。今回はいただいたパッチをもとに伴奏とメロディーそれぞれ個別に分析するようにしましたのでやってみたいと思います。まずは伴奏のミディデータから読み込んでいきます。はい、でこれをジェネレートするとこうなります。似てるようで違うフレーズができてますね。ではメロディー側も読み込んでみたいと思います。で、メロディーのジェネレートの結果はこうなります。こちらも似てるようで違うフレーズができましたね。これは坂本龍一のセルフポートレートを元にしているミディデータですけども、ではこの伴奏とメロディーを一緒に再生したものを流しつつ、今回は以上となります。ありがとうございました。